今日はとても良い天気になりまして、また日曜日という大事な時に、いいんですかこんなところへ来ちゃって。本当に何をお話ししましょうかということなんで、大概前もって何か腹の中に決まっているはずだと思うでしょうが、今何もございません。何しろ私は噺家になりまして、ひたすら覚えた落語を、そして今まで決まっていた、それにお決まりの、ですから湯屋番なら湯屋番にお決まりの何かああいう川柳を言うとか、あるいはちょっとした居候の小話をやるとかってなことをやって、スッと入っていく。もうそれ以外何もできなかった。何もできなかったというよりは、怖くてそれ以外やるのは冒涜だとさえ思っておりましたが、いつの間にか冒涜の小三治になってしまいました。ここらで心を入れ替えなくてはといつも思いつつ上がるのですが、この回をですね、やろうかという話になったのは、今を去ること約10ヶ月ほど前、新潮さんの代わりに私がここへ登場したことがございました。それからですね、私はね、例えばこの会場で何か一つの話やりましょう。そうするとですね、この会場ではなるべく同じ話や過去何年か遡って同じ話はやらないようにしてるんです。つまりここに来るお客様はここのお客様だと思ってるんです。今日ここでやって、明日例えば紀ノ国屋に行ったとしますな。で、紀ノ国屋で行って今日と同じ話やって、で、昨日と同じじゃねえかって文句言われても私は知りませんからね。私はここに来たお客様、ここのお客様だと思ってますから、ですから何かここでやると、そんなわけじゃないんですよ。去年の10月なり11月なりにですね、来て私のドリアンの話を聞いてる人が、そんなにね、そんなにいるとも思わないんですよ。そんなにこの会場にべったりでね暮らしてる人はいませんよ。そんなそれほど人は暇じゃないけども、でもまあ私とすれば方々に呼ばれていく立場ですから、そうするとあの会場ではいつこんな話やったかなと思うってと、やっぱり、その会場で前やった話とか、だからもうドリアンの話はもうやらないんです。ドリアンの話は、あのあとその続きもありましたんで2回続けてやっちゃったんですよ。もっとも中身は違ってましたけど、大元は同じですけどね。早い話が、ここの、あの裏口の方から出てって、有楽町の駅行く、途中の路地の左側の角の果物屋でドリアンを売ってると、あれは大変な食い物だというひどい目にあったというその話をですね、したので、これはまあ、私も中身はあんまりよく覚えてませんけど、あの時は面白かったなっていう、つまり自分が面白くてやってんですよ、いつも。自分が面白いものをお客さんが喜んでくれたらこんな嬉しいことはない。ただし自分が犠牲になってお客さんが喜ぶだけの話なんていうものは私できません。私犠牲になるっていう精神がよくわからない。自分が楽しいものは人も楽しい、自分が楽しくないものは楽しくないと、こう思っておりますんで、その代わり自分が楽しんでもお客様は楽しくないということもあります。これは仕方がない。せめて自分だけでも楽しまなきゃ
でこんな話になるでしょ。と最初どんな話から始まってこういう話になったのかっていうことをもう忘れてるんですよ私は。でどん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 枝から枝へね、猿が森の中を枝から枝へ伝わっていくように、だからあの聞き終わった後、あいつの話一体何だったんだろうって言われることが随分ありますよ。そうでしょ。それで、あ、そう。私はそういう話をしたことがなかったっていう話ですよ。いわゆる枕というのは、例えば粗骨長屋とか、粗骨の釘とか、粗骨の話をするときには粗骨の小話、枕というのは大体付随してあるものです。世の中にはそそっかしい人がいるもんで、さだや、さだきし、旦那が何かご用ですか、お前ちょっとご苦労だがな、郵便局まで使いに行ってきてくれ。おい、なんだあいつは、用事聞かねえで飛び出しちゃったよ。何しようと、あ、戻ってきた、おい、何してんだおい。あ、行ってきました。どこへ。郵便局。何しに。別に変わったことありません。何言ってんだよ。私はお前に郵便局行ってな、切手を買ってきてもらいたかったんだよ。あ、切手ですか。なんだ。そんならそうと早く行ってくれりゃ、今言ったついでがあったのに、なんだかって、なんだかわけがわからない。我々落語の方には、粗骨長屋なんという長屋がございまして、って、すっとこうやって、もうそれ以外のことはね、これっぱかりも言えなかった。まあ、もっとも修行時代ってこともありましたし、それからなんか余計なことを言って、先輩のうるさ方からね、なんだよあいつは、なんて言われるのはとても嫌なもんだったんでございます。でましてや、私は話し家っていうものをよく知らないで、知らないうちにこの世界入ってしまった。落語も話し家もよく知らないうちにこの世界入ってしまったっていう方ですから、大概話し家になる人は子供の時とか物心ついた時には落語がそばにあったとか、そういう方が多いんですけど、私は中学3年のおしまい頃ですから、世の中に落語があるっていうことを知った。へえ、こんなもんがあったのかいって、あっと思うってバクバクって食いついて、それ一本っていうふうになってしまうというのが、私の性格でございまして、それはもう後年蜂蜜であれ塩であれみんなそういうふうになるという、これはもうみんな共通していることでございますが、そんなわけで話し家になりまして、ですから余計なことは一切言わなかった。まあいつの間にか言うようになったんですがね、何ですかね、宣教の影響もあるかもしれませんね。仲間の宣教っていうのもなんだかわけのわかんないことをぐだ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 言っててね、でも聞いてると面白いんですよね。でそれほど面白くないんですけど聞いてるとなんかあの世界があって面白いっていう、うん、いいなあれな、なんていうのもあったかもしれませんが、多分というのは名古屋で東海ラジオというラジオ局がありまして、そこで深夜放送のディスクジョッキーを頼まれて、どういう口説かれ方したんでしょうか、そんな才能あるとは思っていなかったんですが、とにかくやるようにやっていいんですから、で好きな音楽かけていいんですからって言われて、好きな音楽かけていいのって、そんならやろうかっていうんだったのではないかと思いますね。で好きな音楽本当にかけてましたよ。深夜放送のなんか時々ああいうところには、スポンサーになってるコロンビアとかビクターとかそういう会社もスポンサーの一つになってまして、そういうとこが聞いたことのないようなアイドルタレントみたいな歌を挟んだりしてね、それは削りたかったんですけどね、でもまあスポンサーだから削れねえって言われて、その間ベートーベンやったりモーツァルトやったりマーラーをやったり、それからマイルス・デイビスをやったり、からセロニアス・モンクをやったりとか、まあ本当に、時々はあのビートルズをやったりとか、なんかそんなことをしながら自分がかけたいで、深夜放送でそんな曲かける人いないんですよ。だからこんなもの視聴率がなくなってすぐ交代になるだろうと思って、それ楽しみにしてったらね、
これはね、やっぱり珍しかったんでしょうかね。その局では1週間毎日毎日パーソナリティっていうのが変わるんですけど、その日が一番視聴率が良かったっていうようなことがあって、なかなかやめさせてくれなかった。でその起こりが第1回目ディスクジョッキー12時から3時まで3時間、いくら途中にレコードをかけるっつったって、その間のつまりディスクのジョッキー、つまりジョッキーってんですから、これじゃないですね、これじゃないんだ、これかな、つまりそういう意味なんでしょ、あれディスクかけてそれをなんかこう乗りこなすっていう意味なんですか。いや分かりません、分かりません、英語学校行った時はその学校そういう学校じゃなかったんでよく分からないですけど、まあディスクジョッキーですね、おしゃべりするんですよ。それで、テーマ曲がミッドナイトトーカー、じゃ音楽なくなりました、こうやって向こうからガラス張りの向こうから これが始まりでした。私は知らなかったんですがね、 AM 局に限るのかもしれませんが、AM 局で沈黙が5秒だか10秒続くとですね、それは故障とみなされるんです。どうしてかっていうと、ましてや夜中になるっていうとですね、ラジオ局には人がいておしゃべりしてんのかと思ったらそうじゃないの。その東京の局はそうかもしれませんけど、そこからネットしてるところとか、それからテープでネットして、ただテープがくるくる回ってるだけとか、中継機にスイッチが入ってるだけとかって、そういう状態なんですよ、地方局行くと、たとえ名古屋でも。だから誰も起きてるやつなんかいないんですよ、みんな寝てんです。起きてんのは私とそのディレクターとこうやってるやつだけなんですよ。であとコマーシャルやなんかも全部自動的にスイッチ入れると、その時間にはこのコマーシャルとかって入るようになってるんです。それはそうするとですね、宿直の人がいましてね、5秒だか10秒沈黙が続くとね、赤いランプと一緒にブー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 、なんか潜水艦が沈みそうな音がするんですよ。そうするとね、それがバーッと跳ね起きてきて、何かあったんですかって来るんです。まあその曲でね、何回やったか分からない、私つまり私はね、もともと黙ってるのは平気なたちなんですよ。だからよく小三治は間を取っていいなんていう人がいますよ。そうじゃないんですよ、次の言葉何喋っていいか分かんないから黙ってるだけだ。それと人と話してても、例えば喫茶店なんかで、知り合いと話してても、ほら何か言葉が途切れたりするとみんな気まずくなって、ですからあれですよねとか、何か全然関係ない話をこう持ってきたりなんかしますわな、気まずい思いしながら。嫌なんです私、あんな気まずい思いするくらいなら黙ってる方がよっぽどいいと思ってね、向こうが言うまで黙ってんですよ。私の師匠の、まあ、この間、亡くなりました小さんという師匠も、無口は無口でしたな。まあ必要があれば喋るんでしょうけど、だから私と師匠と楽屋なんか、しばちなんか挟んで、師匠がしばちのとこへこうやって手かけて、私は手かけるわけいかないからこうやってすると、それこそ10分でも15分でも黙ってましたね。で私黙ってるのは平気なんですけど、あんまり黙ってられるともしかしたらこれは申し訳ないんじゃないかなと思って上目遣いでちょっと見るんですよ。そうすると向こうはね、ただおたぬきのような目をしてね、こうやってるでしょ。でも時々目が合っちゃったことがありましたからね、だから向こうもやっぱり少しは気の毒だなと思ってるのかわからないね。でも私はもともとその黙ってることに対して何の抵抗もなかったんで、その番組は大変な始まり方でございました。でそういう時に何を言っていいのか分かりませんよ。結局は真似
するわけですよ。あの人はこういうディスクジョッキーやってるとか、この人はこういうディスクジョッキーやってるって真似なんでしょ。でそういうものあまり聞いてませんしね、真似するっていうことも好きじゃないしね。だからしょうがないから、あの最初からもう落語の枕の小話みたいなものを、落語の方にはそそっかしい人の話が出てまいりますが、佐田屋ちょっとご苦労だがな、郵便局まで使いに行ってくれ。おいおいおいってさっきの話をですね、そういうのいくつもやるんですけど、そんなもの限りがありますから、3時間もやってたらもうね、自分の持ちネタ全部なくなっちゃうんですよ。と次の週土曜の夜ですけど、そうするとまた来て、おい佐田屋って、毎週佐田屋じゃ困るでしょ。そんなことからね、結局どうしたかっていうと、まあ今日はどんなことがあったとか、こんなことがあってこの頃困ってるとか、だからあんなことがあって嬉しいとか、昔こんなことがあったとかって、結局自分の話をするしかない。私はね、大体がそのようですな。例えばあのフランスからこんな小話を持ってきてシャレ的紹介するとか、それからイギリスの小話とか、ロシアの小話、そういうシャレたなんか、そういうんじゃなくて、自分の経験からしかものが言えないっていう、言ってみればとても、視野の狭い人間でございますよ。自分のことしかよくわからない。だからもう自分のことしか言うしかなかったんですけど、まあ、いろんなことはっきり覚えてるのは、名古屋へ行く新幹線の中で、トイレの中に入った時に、天井にこのぐらいの青い蛍光灯みたいな、蛍光灯じゃないんですけど、なんかランプがついて、でそこに網みたいな囲いができてるんですよ。網っていうか、こう剣道のお面みたいな格子みたいな、鉄格子まではいかないけど、そのお面ができてるんですよ。で、なんだろうな、このちょっとね、そのランプにね、なんか細かい字がいっぱい書いたんですよ。なんだろうって、その大体あのああいう電球なんかに印刷してある字って読めなかった。でこの頃は少し印刷技術がはっきりして、これはナショナルの、パルック何ワットとかってそういうのが読めるようになりましたけど、その頃ましてやこんなちっぽけなやつですから、大量生産じゃないんでしょう、ね、読めねえんですよ。しょうがないなと思って、それから便器の上乗っかったりなんかしてね、で上しがみついてこうやってたらね、危険ですからじっと見ないでください。まあそんなような話するとかですよ。そんな話したって本当に3秒か5秒でおしまいになっちゃうでしょ。本当に困りましたよ。まあそういうことがあって、もうそうなったらですね、これが面白いとか面白くないとか、これ一発で決めるとか決めないとかじゃなくて、ただなんか喋ってないとブー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 って赤ランプが点滅するんですから。まあそれがきっとだんだん、あれはそうですね、結局は2年半ぐらいやってましたが、もうこれをいつまでやっててもただマンネリだから、もうやめさせてくれって言って、なんとかかんとか逃げ出してきたのがもうそのぐらい経ってましたな。それから割に何かだけどですね、そう言っちゃなんですけどね、今日ディスクジョッキーの人がいたらごめんなさいですけどね、ディスクジョッキーと講座で落語をやるというのではね、その頃はですよ、今そんなこと思ってないんですけど、その頃はね、重みが違うと思ってましたよ。あんなものは電波に乗せて、ただ上顎と下顎のぶつかり放題のこと言ってるだけでしょ。で我々もこんな高いところに上がって、上顎と下顎のぶつかり放題のことを言って、こんな気楽な商売はございませんってなことを言いますけどね、内心はそんなことはないですよ。そんなことは、そんなことでできることじゃないの、これは。落語はですよ、今やってることはできるんですよ、誰だって。ただこんなことをやっていいのかなっていう、そのなんていう踏ん切りっていうか、度胸はなかなかつかないもんですよ。まあそんなことがあって、いつの間にやら何か世間話なんかするようになったりして、それからまあ外国行ったり、した話をチラッチラッと、講座じゃなくても
表でどなたかと話したりすると、面白いですね、それは面白いですね、そんな面白い、面白いですとかって、でそれがたまたま出版社の人だったりするって言うと、それ本にしませんかとかっていう人がいて、ではそんなのとても本にしてる、こっちにはもう出力もそれから、時間的余裕も心の余裕もないからそれはダメですよっていう話で終わるんですけれども、その面白いからって言われる、そうかなで、まあこういう自分の独演会とかそういう時にちらっとなんか話してみると食いついてくるじゃありませんか。で例えば東京落語会なんていうようなとこで、あそこはちゃんとネタをやって、でそのネタも、NHK で放送するって決まってんですよ。だからそれは崩せないんだ。だけどその前にちらっとなんか卵かけご飯とかそういうような話をするとですね、お客さんが喜ぶもんだから そっちの方がずっと長くなっちゃうんですよね。でも長くなっても他の場合は開演時間というか営業時間がありますから、長くなったらその日の落語ははしょっと短くしておしまいということもあるんですけど、 NHK の場合にはそうはいかないでしょ。だからちゃんと落語もやったんですよ。その時何やったか忘れちゃったけど、結構我ながら今日はいい出来だったなって思ったぐらいなんですよ。そしたら3日後の毎日新聞に小三治の高座光る卵かけご飯って書いてあるよせよおい、俺はねちゃんと落語やったんだよ。でそんなことがね何度かありますと、でそのうちに毎日だけじゃねえや、朝日までそういうことを書き出してね、これ朝日ってのもう少し権威があるのかと思ったんだよ。そうしたらとうとうこんな回までやってやんだよ。いいのかいこれ今日は。その1年くらい前にドリアンの話をした時に、楽屋でその係の人がいて、どうだい今度はもう枕だけの回ってのやろうかってちょっと言ったら、いいですねって乗ってきたんですよ。僕はねこの回はもう少し権威のあるいい回だと思っておりましたよ。とうとう今日が来てしまいました。それでね、今までその例えばそんな困難もありまして、とうとう皆様もご存知の方はいらっしゃると思いますけど、枕だけを集めた枕なんていう本が出るようになったりした。これもその本にも書いてございますけれども、私がやろうとしたんではなくて、本当にへそ曲がりっていうか講談社の、文庫にそういう川又さんというなんちょっと不思議な女性がおりまして、その人がこの人の枕だけ集めたら本ができるんじゃないかしらって思ったらしいんですね。私は意外でしたよ。そういうつもりじゃない。だって私はですね、その卵かけご飯が毎日新聞に載ったのが意外っていうか、多少どっかで腹立たしくさえ思ってるんですから、それが枕だけって言うんですよ。で来た時に本題はって言ったら、本題ですか、本題ってなんか話に乗らないんですよ。枕だけなのって言ったら、そうなんですって乗るんですよ。やっぱり本屋さんってのはどっか見るとか違うんでしょうかね。でまあそれが本になりました。おかげさまで皆さんに読んでいただく機会もきっと多かったんでしょう。でもまさかそんなことになるとは思いませんでしたかね。でそれもあの本読んだ方はね、小三治は高座に上がるたんびにいつもなんかそういうことを考えて、毎回ああいう面白いことを言うんじゃねえかと思ってるらしいんですよ。違うんですよそれは。まあ怒ることないけど違う。あれはね、10年も20年もの間にこんなことがあったよっていうのを拾い集めたら、たまたま面白い話ばかり並んで、話ばっかりかどうか知らないけど、まあそういうことになったらしいんですよ。普段はね、大概つまんないこと言ってんですよ。困るな、そういうことは。
いや、たまたまそれはあの去年のドリアンの話も面白かったですけど、楽しかったですけどね、自分でやってても。でもあれはドリアンはね、多分ここでやったっきりやってないですよ。それはあそこにドリアン売ってたからね。でしかもその第1回目の新潮さんの代わりに来た時にドリアンの話をほとんどで落語はちょっぴりやったんですけど、本当にあの総括って新潮さんの冥福を忍ぶようなそういう話は全然しなくて、ただドリアンはくせえってそういう話だけだった。でそこで売ってますよっていう話をしたんですよ。でドリアンはあのほら、なんか昔のほら奴隷同士の戦いの鉄の玉みたいな、なんかほら あんでしょうな、棒の先にこんな針がいっぱいついて、鬼が持ってるような棒のあの棒の先だけのこう玉みたいなね、ああいうやつですよドリアンってのは。まあ知らなきゃ知らなくてもいいんだけど、だから あれで殴られたら頭いっぱい穴開いちゃうだろうなっていうような、そういう果物ですよ。それがくせえんですけどうまいってんですよ。でそういう話だったんですけど、それがそこでは中ほぐして、それで、プラスチックっていうか透明な、まあビニールプラスチックみたいなものの中に入れて、で密封をして売ってるという話をして、でそのことについて、この前シンガポールでこんなバカな話がありましたよっていう話をしたら、お客さんはとても喜んでくれて、それで皆さんお帰りになりました。でその果物屋さんの場所も言いました。でその時にですね、こういうそのパックが、6つか7つあったんですよ、私が来る時に。で皆さんお帰りになって、私はまあ支度してから帰りますから皆さんより遅いですよね。で行ったら、1つしか残ってなかった。だから多分ここの人が買ったんじゃないかなと思って、そこの親父に聞いたんですよ。ドリアンさっき3時間ぐらい前撮った時にここに6か7つパックがあったんだけど、なくなったねって言ったら、なくなったっす。売れるの？売れます。愛想がないんですよ。で悔しいからね、今ねそこのね、マリオンっていうとこでもってね、お宅でドリアン売ってるっていう話 したからね、その人が来て今いくつかポツポツって買ったんじゃない？ってそういうふうに言ったんです。そしたら、売ってますからね。なんだこの野郎、張り倒してやろうかなと思ったんですよ。それじゃ取り付く暇がないじゃない。いくら俺が愛想が悪いったってあれほど愛想悪かないよ。でその2月後に本当の自分の出番で来たんですよ。その時にこの間こういう話があったんですよっていう、だから帰りにその親父を見てみんなで指さして帰りましょうっていう話をまあしたんです。その反省の色はないようですな。だから世の中はね、いくら言ってもダメな人はダメなの。あなたは枕をやりだすとどのくらいやってるんですかって聞いた人がいます。多分その人はどっかで聞いて面白かったんでしょう。それであんな面白い話をしょっちゅうやってんなら追っかけて聞いてみようってきっと追っかけてくれたんでしょう。きっと行く先々で最初と同じ枕を聞かされたんでしょう。でとうとう号を煮やしてうちにハガキを出したんです。同じ枕はいつまでやってるんですか。文面は穏やかですが、逆に言えば同じ枕をいつまでやってんだこの野郎ってことでしょ。それでさっき申し上げたお断りに戻るんですが、ここでは同じ枕は二度と言わないつもりです。だけどこれを明日どっか行ってやることについてはご容赦をいただきたい。それはですね、そんなに面白くないと思えばやんないんですよ。
でも面白いなと思ったらば、自分でも面白いし、それからお客さんも喜んでくれたら、やっぱりお客さんも喜んで自分も喜ぶっていう、その喜びが一体にできるっていうことはとても嬉しいんですよ。皆さんも嬉しいですけど、あの何言ってんだ俺は私も嬉しいわけですよ。そうするとその喜びをあっちでもこっちでもっていう、でそうなると割に続くってことあります。でもだんだん引け目は感じますでこうやって見てると、あの人はあそこの会の時にも来てた人だな、この会にも来てた人だなっていう方が何人かいらっしゃるわけですから、でその人全員覚えてるわけじゃないだろうけれども、まあ得てして覚えてるもんですよ、うん、そうするとですね、いくらその会場が変われば同じ話やるのはやぶさかではないとは言ってもですね、同じものをいつも見られてるっていうことはどっか恥ずかしさがありますよ。まあ、もとも私はね、まあ、落語の場合もそうですけど、落語以上に枕の場合には決まったセリフを喋るってことはありませんから、思いついた、思い出したり、その情景をどうこう発展させていくかっていうのはその日その日によって違いますから、まあ聞く断片に変わってるっては変わってるんですけども、でもですね、最近で言えばあれです中田義直の思い出というようなのは、結構この東京界隈ではもう10回以上やってますこれは私もお客さんも面白かったからやってんですけど、でも今日はやる勇気はありません、もうだいぶそうですね、あれはね、いつ頃から始めたでしょうね、恐る恐る始めたのが去年の末頃だったでしょうかね、今年亡くなった人の中で残念な人が一人います。それは中田義直という作曲家の方ですっていう話から始まったんだと思います。ここにおいでになっている方の何人の方がお聞きになったか分かりませんが、その後 A 六助という人が土曜ワイドとかそういうラジオでまた喋るんですよ、あの人は。あの人はね、私より日常あることをね、何でも喋りますな。で、人の名前を平気で言うんですよ、あの人は。友達が少ないんじゃないですかね。知り合いの方はいないでしょうね、A さんの。で、あの方はね、なんかって、とっても恥ずかしいんですけど、って言いながら、とっても恥ずかしいんですけど、この前小三治さんがこれとっても恥ずかしいんだらやめろって言うんだよそれでその話、やっぱりしたみたいですね、A さんとこの前旅行って、あるところでその話をしました。聞いてる人はああ、あの話かっていうの、知らない人は全然わかんないですよね全然わかんない方のためにかいつまんでお話をしてつまり中田義直という人とスキーに行くという約束があったのが行けなくなってしまった、あの方はもう80近くだったと思いますが、スキーが大好きなんですよ。で私も今スキーは現役といいますか、冬になるの楽しみで、それなりに小笠原流で滑ってるわけです。そーっと決して危なくない、そろりそろりと礼儀にのっとった年にふさわしい滑りをしてる、そういうことができるっていうのはスキーの楽しみだな。そしたらそのグループで行ってるところがあるんですけど、そしたらそこのグループの知り合いの方が中田義直さんだった。で中田さんがぜひ皆さんと一緒に滑りたいっていう、あちらから言って、それはもう願ったり叶ったりですよ。いかがでしょうかって私のところに、聞きに来た人が、いかがどころじゃない、もうお願いしたい、中田義直さん
会う機会がなかった。一度お会いしたかったんです。だって歌がいいもの。中田芳直さんご存知ですか。夏が来れば思い出す遥かな大勢遠い空。それで分かんなければ雪の降る街をで分かんなければ小さい秋小さい秋小さい秋見つけた。それで分からなければメダカの学校は川の中。ちょっと分かりにくいあの歌では、ああプランタン無理もないなんていう歌もありました。まあ知ってる方は知ってるでしょうけど、知らねえなこれはな、まあ、いい知らなきゃ知らなくて、今まで何回もこの話はしましたけど、ああプランタンが出たのは今日が初めてどっか違うんですよやる。それで、最近私がもらった ある方からもらった CD にあの夏の思い出っていうのが入ってたと。で、その夏の思い出が主題なんだけど、タイトルは夏の思い出なんだけど、その副題に、ラジオから生まれた歌という副題がついていた。相川由美というソプラノの人が歌っている。相川由美さんという人は それまで知りませんでした。初めて、その CD のおかげで聞いた人です。で、その CD にはね、言ってみれば私の歌がぎっしり詰まっていたっていう喜びを皆さんに聞いていただいていたという、そういう話なんですよ。そういうことがあったんです今まで何度か。で、お聞きになってる方もいるでしょうけど、お聞きになってない方のためにもう少しお話をいたしますと例えばそれじゃあどんな歌が入ってたかっていうと、例えば、白い花の咲く頃とか、白い花が咲いてたなんてねこれね、どうして思い出したかっていうと、あのね、わけ話してもそんな面白くないんですよ。亡くなった柳亭痴楽という人がね、この歌が流行ってる時にね、白い花を垂らしてあって、そういう替え歌を講座で歌ってたのを今ちらっと頭かすめたんですよ。それでそれを思い出してね、バカなこと言ってんねあの人はと思って笑っちゃったんですけど、ごめんなさいね。で、その白い花を垂らしてたは入ってないんですけど、白い花さ、ふるさとの遠い夢の日、これなんか割に時代があれしても割にどうですか、あのまだどっかで聞くことがあるでしょ、そうかと思うと、これはもう私の生涯の歌、青春の歌と言ってもいいことで、山の煙という歌がありました。これはね、私が中学2年の時に初恋をするんですけれども、と言ってもですね、その前にも初恋の人が何人かいてねどれが初恋かよくみんなそういうことありません。それはおかしいよっていう人もいるかもしれないけど、初恋って言われてもあの時が初恋かな、あれが初恋かな、いや本当の初恋はあれかな、いややっぱりそういうことってありませんないかないや僕はそうなんですよ。小学校2年、小学校3年でしょ、小学校5年、小学校6年でしょ。でこれはね、初恋っつってもそうですね、いいなって思ったり、ちょっと後くっついてったりとかいうことありましたけど、その中学2年の時の人は、夏休みになると一緒に図書館に行ったりとか、それから映画を見に行ったことも2回ぐらいありましたかな。といっても中学2年の間じゃなくて、中学2年から始まって、中学2年3年、高校1年2年3年、それからあちらがお勤め行って、お勤め行った年に私も噺家になったんですね。で、
それから2年くらいして、この2年間が何かね、没交渉になってしまうんですよ。電話をしても、なんか今日はお花の稽古とか、今日は歯医者さんとかって、そうか、お花の稽古じゃしょうがないんだな。歯医者さんなのか。歯医者さんじゃしょうがないんだなって思いながら、しょうがないがだんだん増えていくんですよ。で、21の年にある日はがきが一本来まして、こう書けばお分かりになると思いますが、私もいつまでも遊んでいられなくなりましたで、それだけなんですよ。そして一月経つか経たないかのうちに、その中学の時の同級生で、集まっていたグループの人たちが集まる会があって、その時に担任の先生が突然万座の前で、みんなが私がその人のことを好きだっていうのを知ってるっていう、その先生も知ってる万座の前で、今度なんとかさんがお嫁に行くことになったって言ったんです。私のうちでした。それ私のうちで、その日はそういう総会っていうか総会ってほどじゃないね、全部で7人ですからね、その時の私の気持ちは、今話してると本当にまざまざと蘇ってきます。きっとこういう顔だったと思いますもう何にも言えませんけど、お嫁に行くことになったって聞いた途端に頭をガーンって殴られたっていう、よくそういう言い方しますけど、殴られたって、なんで殴られたのかっていうと、その時分かりましたよ。そうですね、敷布団を丸めといて、へこ帯かなんかで固めといて、それで頭をガーンってやられる、そういうトンカチでやられるのは、ガチ開いてこの野郎ってするでしょ。そうじゃないんですよ。そういうなんか大きくて決して硬いものではないけど、重みのあるもので、力のあるワーンで、自分はもちろんその殴られてるわけじゃないから、ただ遠くの方を見てるんですけど、そのショックはもうちょっとみんなが見てるっていうのも分かってました。先生も私の顔を見てました。私はたまらなくなって立ち上がって自分のうちの洗面所へ行きました。で、洗面所の鏡を見て、いつもと変わってんじゃないかってこうやって見ましたよ。特に変わったような様子もありません。それからそこへ戻ってってまた座って、それでまあそんな話もちらちらと出たんでしょう。つまりその時に思いました。あの時いつまでも遊んでいられなくなりました。こう書けばお分かりでしょうと言ったのはそのことだなっていう。だけど私には分かりませんでした。そんならお嫁に行くんですってはっきり書いてもらった方が良かったし、別に僕は夫婦になる約束をしたわけでもない。ましてや好きだって言ったこともなかった。だけど一緒に映画に行ったり、一緒に図書館行ったり、勤めの初めの頃は、東京駅のすぐそばのビルに勤めてましたから、東京駅で待ち合わせて、それからこの辺まで歩いてきて、日比谷公園をずっとからお堀のなんて、まあ皆さんと同じようなことしてたんですよ、お堀 の右手に見ながらとぼとぼ上がって、その時にね、皆さん、僕郡山って言うんですよ、本名は。郡山さん、山の煙歌ってって言われたんです。そんな嬉しいことってありますか。好きだっても言えないけど、言わないけど言えないんだけど、言わなくたって好きだって分かってるんですよ。で、その頃も言わなくたって好きだって分かってることがもう最高だと思ってました。私もう好きだなんて言うのはもう、あれはもうね、レベルが低いと言わなくたって分かってる。目と目を見れば、あるいは体が近づいてくれば、どっかでブルブルってこう何か見えない振動が伝わってくるじゃないか。これこそ最高の
愛というものだっていう、あその頃愛と言ったか恋と言ったかそれは覚えてませんけど、そのこの今の気持ちだっていう、とろけるような気持ちっていうのは、やっぱりそうですな、だからそれは話し家になったばっかりの時でしたから、18区という時だったでしょうか。話し家になってなかったか、あ浪人してた時かな。そうそう、浪人、僕が浪人1年した時に彼女はお勤めになりましたから。で後になってみればね、わかるんですよ、もうだいぶ経ってみれば。それはね、その年頃の女の子がお勤めっていう社会に出て、そこにいる人たちは今まで見ている人たちとは違いますよ。世間も知ってる、心も広い、話題も大きゃ、喫茶店行く金も持ってる。私は話題は狭い、金はないでしょ、浪人でしょ、これじゃねえ勝つわけねえんだよ。だけどそれはずっと後で知ることなんだよ。その座布団で殴られてガーンとなった日、その帰り、私のうちは新宿の柏木だったもんですから、帰りに駒劇場のそばの、喫茶店に後の6人が、先生も帰っちゃって、でその彼女も帰っちゃって、そこでお茶を飲みました。みんな私のことを慰めてくれる言葉もなくという感じで、その中の一人の、女性が丸々千鶴子さんっていう人なんですけど、その千鶴子さんが、いやそれはその彼女じゃないですよ、私を慰めてくれた人が、郡山さん、あなたあの方に好きっていうことを言ったの？言ってない、誇りを持って言いました。そんなこと言ってない、言ってなくたって俺たちは分かってるんだって、そういうつもりで言ってない。それじゃダメよ。女はね、分かってても好きだって言わなきゃダメなのよって、その時に初めて女の真実を伝えてくれたんです。そうなんですか皆さん。その後私はね、本当にそうなのかなと思って、随分いろんな人で試してみました。いやでもそれは、まあ、いろんな人でっていうと、まあ、あんまりいろんな人で でしょうけど、でも確かにそれはあると思います。やっぱり初恋の人っていうのは私にとっては大きいし、男にとってはみんな大きいんじゃないでしょうか。初恋の人とどういう出会いをして、どういう別れ方をして、どういう思い方をしたっていうのは、ひょっとするとその人の一生引きずるんじゃないかなって、男の場合はですよ、思ったりするんです。女の方は次の方が出てくれば、得てして女の方は現実に即した、その場その場でちゃんと切り抜けていけるという強さを持っていますけど、男は割に次の人が出てきても、この人本当にそうだろうかって、その疑いはなかなか晴れません。あんなこともしてみる、こんなこともしてみる、本当に好きなの、本当に好きなのって、いろんなことをしてみたくなる。初恋の人の時に、あの時に好きだって言われて、嫌いよって言われたら、私はもっとすっきりした人生を送っていたと思います。今だってビクビクしてんですから、そういう点じゃ。うち帰るの怖くてしょうがないんですから。あ、それはまた違う理由だ、それは。いやでも本当にね、その時にお堀端を歩いてる時に、それからっていうものは、彼女は時々お堀端を歩いたりなんかの時に何かを歌ってっていう、いうことは3回ぐらいありました。でも最初に言ったのは山の煙でした。でその時私は歌いました。それ以後、その時心に決めました。山の煙はこの人の前以外では歌わないと。それは30を過ぎても続いていました。今思い出しましたが、
このことは、何十年か前の朝日新聞に載ったことですけれども、じゃあなぜ30を過ぎた時にその山の煙をまた歌ったのかっていうと、何かその時心に傷があって、新宿のゴールデン街というところの小さなある、バーのようなところで、飲めない酒を飲んでいた時がありました。その時にギターを抱えた流しの二郎さんという方が入ってきました。でその人が私の時代に合った時の歌をいろいろとその時聞かせてくれた。白い花もありました。その中に山の煙がありました。彼が歌い出しました。私は泣きながら一緒になって歌ったというのが解禁の始まりでした。だから今でもその歌を聴くと、他の歌とは違う何か、何と言ったらいいんでしょうか、甘酸っぱいっていうんでしょうか、あるいはほろ苦いっていうんでしょうか、あるいはもっと違う言葉だろうと思います。もっともっと心の中がキューッとなるような、そんな歌でございます。そんな歌がこの CD の中に入ってたというだけのことなのに、どうしてお堀端やら座布団の塊で頭を座布団じゃ敷布団の塊で頭を殴られるなんていう話が出てきちゃうんでしょうか。でも本当なんですよ皆さん。山の煙の炎ぼのと、今考えてみるっていうと、こんな歌今は誰も知らない。でも私の年代の人はみんな知ってるはずです。だってね、この歌は本当に流行ったんですよ。本当に流行ったんですよ。日曜日のほら、のど自慢の時間があるでしょ、12時から1時までの。その頃はテレビなんかない、ラジオだけの時代です。その時代になるっていうとね、この山の煙はね、もう何人もの人が山の煙なんです。3番山の煙、山の煙、8番山の煙、12番山の煙、山、18番山の煙、山の煙ばっかりなんですよ、日曜日になると。煙だらけになっちゃってね、先が見えねえぐらいでしたよ。本当にそんなに流行った歌でした。もっともまたね、この歌を歌った人が合格率が高かったってこともあります。それだけまあ流行ったとも言えるし、優しいってことはないんでしょうけども、いい歌だったんでしょうな。そんな歌が入ってましたしね、桜貝の歌なんて、みんなこういうのはね、その頃のラジオ歌謡って言われるようなものから流行ったんです。演歌っていうようなものはまだありませんでした。春日八郎とか三橋美智也が少し演歌の始まりのように言われてますけど、それも出てくる前です。昭和20年代中頃、終わり頃と言ったらいいでしょうか。桜貝の歌、これもいい歌でしたね。麗しき桜貝ひとつ、去りゆける君に捧げる。この会は小僧の浜辺に、我一人広い視界よ。その先もあるんですけど、長くなりますので、今日はまだ今宵は始まった、あ、今宵じゃねえんだよ、昼間だよ今日はね、とかそういう歌もあったりしましてね、それはね、本当に私の時代の歌なんですよ。私の歌なんです。つまりそれは、それぞれ今日おいでになった方も皆さんの歌ってのお持ちじゃありません。自分の歌、つまり自分の時代の歌ですよ。自分の時代っていつかって言えば、やっぱり10代じゃありませんか。2つ3つじゃないはずですよ。やっぱり10代、自分の人間ができてくる、人間ってこういうものかなってだんだん分かってくる、そういう
不安と希望がないまぜになって、見るもの聞くもの皆新しくて自分にとっては新鮮で、戦ってそういう時代、やっぱり10代20代の初めぐらいじゃないでしょうか。だから庄司太郎が自分の青春の歌だって思う人もいるでしょうし、ビートルズが青春の歌だっていう人もあるでしょうし、北島三郎だっていう人もいるでしょうし、中にはっていう人もいるでしょう。いろんな人がいるでしょう、うん、だからそれぞれの歌でいいと思いますよ。だそれぞれでも人の歌を聞いてですね、ピンとこないってことはあると思います。俺の歌だって山の煙であり白い花の咲く頃でありでしょ。ビートルズっていうのはね、私にとっちゃね、最近出てきたこの頃はああいう若いやつも出てきたなっていう、そういう年代ですから、ああいうなんだ男のくせにおかっぱ頭なんかしやがってよなんて、そういう時ですから。もちろんビートルズがああやって市民権を得てなっていくと、まあそれはそれとして認めざるを得ないから、ああそうかそうか、そういうやつも出てきたのかっていうようなことにもなりますな、うん、なりますけどね、話は飛びますけどね、どうしてこの間のあのワールドカップに出たサッカーの人はみんなどうしてあんな色の頭してんですかね。それは勝手といえば勝手ですよ。勝手といえば勝手なんだから、それは個性はね、こういうふうにしたいっておしゃれを認めないほど私はまだ愚かではないよ。まだ愚かではないというか、それほど堅くなではない。もうだいぶ許容力ができてきたはずだけどね、ああ揃いも揃ってね、あんな茶色に染めてるっていうのはね、個性じゃないだろう、あんなの。つまりあの頭を黄色にするっていうことは一種の反体制っていうか、俺は俺だっていう個性をそんな夢中になることはないけどさ、主張したいためがでしょ、あれは。だったらそれは何人かやってんのはいいけど、みんながみんなっつったらそれは反体制でも何でもない、あいつらが体制じゃないか。つまりあの中に入ってないやつを弾くっていう、これはもう一種の本当に体制ですよ。個性を認めてないってことだよ。バカの集団だよそれは。第一あんな11人もかかって1時間半も2時間もやって1点か2点しか入らねえってどういうことなんだよ。それはもっと上手いやつ呼んでこいよ。その CD の中にはもっといろいろありましたよ。あのね、私はね、割にね、叙情的な歌が好きだったんですよ。その割にテンポのバラード的なものが、でも早いものも好きだったのもありますよ。だって、例えば春日八郎なんか出てきた時に、春日八郎のモノマネよくして、うちの師匠がおい春日八郎のマネやれやなんて、すぐ宴会って言うと私に春日八郎のマネさせましたから、その時にやっぱりおとみさんなんかやると、あれは早いですからね、ちゃんちゃちゃんちゃ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 らちゃんちゃ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 んちゃん、いきな黒べいみこしの、これ早いでしょ、アップテンポでしょ。これゆっくりやらない、いきな黒べいみこ、そうじゃないでしょ、やっぱり。だから必ずしもね、でもだいたいゆっくりその叙情的なものが好きでしたよ。そういう私は世代のそういう子だったんです。そうじゃない人たちもいましたよ。アメリカのジャズやなんか好きだっていう人もいましたけど、私のうちは親が小学校の先生だったせいでしょうか、なぜかやっぱり小学校の唱歌からつながっていくようなそういう歌が好きだったようでございます。もうこの話になっちゃったからここでやめるわけにいかないので、緑の森の彼方から陽気な歌が聞こえましょう、あれは水車の回る音、耳を澄ましてお聞きなさい、
コトコトコットンコトコトコットンファミレドシドレミファなんていうような、これは確かあの頃は NHK のコンクールで1位になった荒井恵子っていう人が歌ったんではなかったかなって、今おぼろげなのではっきりしたことは覚えてませんが、そんな歌もこの中には懐かしかったし、それからこの中にはまだいろいろありまして、緑の巻き場とかそんなものありましたし、それからそうあれは良かったですね、あのほら本当はね、山の煙なんかより前にできてたらしいんですけど、私はずっと後知ったんですよ。子供らが、うちの子供らが歌うようになってから、へえ、いい歌だなと思った。ああ、昔からあった歌なのかと思った。花の町、これはね、いい歌ですよ。段幾馬です。七色の谷を越えて流れてゆく風のリボン、これなんか大きいですよね。七色の谷を越えて流れていく風のリボンって言うんですから、大きいじゃありませんか。風のリボンっていうのが、風のこうなったその端っこがなんかあのリボンの切れ目みたいにこういうふうになってるようで、何かいいじゃないですか、大きいですな。で、自分が歌いながら風になってなきゃ、七色の谷を越えて、下がどん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 七色の谷が越えていくんですよ。で、詞もいいし、メロディーもすごい、これはすごいなって思いましたよ。段幾馬ですね。輪になって輪になって踊っていたよ。これいいよ、これはね、それはこんなの入ってる、なかなかないかもしれません。クラシック売り場にあります。相川の愛は藍色の愛、草冠に監督の冠という字です。相川由美は、理由の由に美しいの実ですから、まあ名前の方はくだらねえ普通の名前です名字は相川って、ちょっと普通はね、相川って言ったら相川金也みたいなこと思いますけど、そうじゃなくて、相川金也とは全然違う草冠に藍色の藍ですよ、藍染めの藍ですよ、相川由美さん。もし私と同じ世代の人があったら聞いて、私にとってはそれが私の歌なんです、私の歌なんですよ。まあだからそれぞれ皆さん終わりで、まあ、それぞれ私はいいと思います。ビートルズはビートルズいいでしょうね。それからピンクレディの世代があってもいいけどもね、松田聖子を自分の青春の歌だと思っている人だけは何か気の毒なような気がでもそう思ってりゃしょうがないよ、これね、しょうがないんだけど、俺にとってなんか気の毒だな、この人はっていう、と思うんですよ。それでね、今までやってたその話はね、こういうのがあったっていう話なんですけど、それをあんまり気に入っちゃったもんだから、私の部屋でもそれから車の中でも朝昼晩ところ構わず聞いていたんですよ。そうするとね、どんないい女でも見てりゃ飽きんのと同じだよく言うでしょ、美人もらうと3日で飽きるってね、ブスもらうと3日目から良くなるってよく言いますね。まあそれとこれとは関係ないかもしれないけど、それもうね、美月も聞いてたら飽きちゃってね、これで、どういう曲から飽きるかっていうとね、これはすごいっていう歌から飽きるんですよ。不思議ですね、それは。一番先に飽きたのはね、花の町ですよ。七色の谷を越えて、これはね、一番先に飽きました。結論から言うとね、これは臭いよ、これはやりすぎだよ、この歌は。言うことが大げさ。七色の谷を越えて風のリボン、バカ野郎っていう感じですよ。鳴り出すとまたこれかいと思っちゃうんですよ。それで次々にまあ脱落してったのがあって、で今あんじゃ聴かないかって言って1曲だけ聴いてるっていう、そういう話をあの皆さんに聞いていただいていたんです。お分かりでしょうか。だからこの先やっぱりお話ししましょうかね。
この話今軽くって今まではですね、今までやってるずっと重くなってんですよ。今まで枕としてやった時の方がずっと軽くすんだのにね、第一そのね座布団で頭殴られたような話は出てこないんですから今までは。もうしょうがないな、その話だ。今日はその話やるだけやろうじゃんか。今日この中にはね、麦踏みながらという歌も入ってましたよ。これはね、皆さん知らない歌です。桜貝の歌は知ってる人もいるかもしれないが、麦踏みながらはもっと知らない歌です。これね、私の家は新宿の柏木です。で、戦後焼け跡にうちはバラックで住んでました。周りの人は前のうちは150坪とか200坪とか、こっちのうちは150坪とか200坪とか、そういうお屋敷が並んでる、こっちもそう向こうもそうっていうお屋敷街だったんだけど、うちだけはほんの16坪っていうささやかな土地だったんですけど、それで、お金持ちたちはみんな心配なもんだからどっかへ疎開していってしまったと。焼け野ヶ原の後、ただただトタンやら瓦やら落ちてるだけでしょ。そうするとですね、住むところがない人たちがそこへ来て勝手にそういうトタンやら木やらを集めてバラックをこしらえて住み始めてしまう。そうするとその土地持ってる人たちが後で厄介でしょ、その人たちと出てけんの出てけんのって。だからそういうことがならないように、郡山さんすいませんが、あそこお貸ししますから、畑でも何でも作って好きにしといてくださいって言われて、うちの親父とおふくろは宮城県の田舎から出てきた、もともとは百姓の娘と息子ですから百姓仕事は得意でした。そこでまあ本当に百姓してましたよ。だからこのクソ暑いその最中だっていうと、私はね、その焼け野ヶ原にできていた自分のうちの、畑って言いますか、人のうちのお屋敷の跡って言いますか、そこの作物を思い出さないわけにいかない。今ですと どうでしょう、トマト、キュウリ、そういったようなもの、それからかぼちゃが、つるがこう這い回ってナスがなるね、そういうような、多分夏ですよ、それは。そういう景色を思い出しますよ。麦も作ってましたよ。麦はあっちの石井さんっていう方のお屋敷だったですね。麦はその代わり麦踏みっていうのをやらされました。麦踏みをするのは、麦踏みって知らないでしょうけど、麦はこんなことはね、東京の真ん中に育ったやつは誰も知らないのに、私はいまだにその苗見る、ああこれはトマトだな、ああこれはナスだなってすぐ分かりますね。ああジャガイモだとか、それ分かります。ジャガイモのね、植え方ってね、どういうのか知ってますか。ジャガイモをですね、芽のあるところを中心にこう、三角のように葉を入れていくんですわ。それで切り口に、わらばいをこしらえといて、そこにこうわらをたけといて、それで地べた掘って、畝作って地べた掘って、そこのまあ何センチぐらいね、3センチってことない、5センチぐらいかな、どこあたりだ、子供の頃の記憶ですよ。これ参考にもしじゃがいも植えたいっていう方がいたら、もういっぺん調べ直してください。土をかぶせて、それでそうするとそこから芽が出てきてっていう風になるんですよ。そういうことをね、手伝されてましたから、よく知ってまして、こんな端っこの方にニラも植えてましたしね、トウモロコシも植えましたな、コーリャンとかそんなものも植えてました。いろんなもの植えてましたよ。あっちのね、玉井さんの方にはね、南京豆までできてたんですから、だから相当いろんなものができてたから、食糧難の時代とは言いながら、多少まあうちは家族が多かったけども、主食はなかったが、ある程度ありましたよ、その麦踏みながら。私の母親は、まあご存知の方はご存知かと思いますが、私とはとても仲が悪かった、悪かったけれども、その母親が台所仕事をしながら、洗い物をしながら、よく鼻歌を歌っていたのはこの歌でした。麦踏みながらでした。自分の娘自分、仙台の田舎で麦踏みをしたことを思い出していたのか、あるいは今冬の寒い時になると麦踏みをするという、そのことを思ってその歌を歌っていたのか分かりません。麦踏みというのは運動靴を履きます。寒い時です。霜柱が立ちそうな時だったような気がいたします。みんな麦踏みをする人は手を後ろへ組んで、それでこうやって腰で調子を取りながら、こうやって麦を、このぐらいに伸びた麦を踏みつけて倒していくんです。
せっかく伸びたものを倒しちゃった、それを痛めるじゃないんですよ。つまりですね、その寒い時にそういうポキッポキッポキッっていう、その目に合わせておかないと、痛めつけておかないと、あといい麦はならない。その時に覚えたわけです。子供っていうのは小さい時に鉄槌をある程度下されておかないと大きくなって立派にならないんだっていうことを、確か親父がしたり顔で教えたものでしたよ。でもね、死んじゃったから、まあもう今更言えないけど、あの頃私はね、少し鉄槌を下されすぎたよ。もう少し伸び伸びしてもよかったんじゃない、俺は。だってね、その彼女から手紙が来たりなんかするでしょ。そうするとね、もう慌てて郵便受けから手紙持ってこないで、お袋に見かったりなんかすると、お父さん、簡単とない、あいつに気にしないって言うと、親じゃねえ、こいつされ、バカ、学生の分際でなんだ、女の子から手紙が来るとはって、これでもう正座で1時間でも2時間でも、それで、ある時なんか郵便開いちゃったんですから、開かれちゃたまりませんよ、それは。そんなすごいこと書いてないんですよ、好きとも書いてないんですよ、そういうこと言ってないんですから、お互いに。言わなかったから、まあ、嫁に行っちゃったってこともありますけどね。まあ、そんなことは、そんなことは、まあ、しょうがない、過ぎちゃったんだから。で、人の郵便を開けるとは何だ、親だ、俺は親でも人の郵便を開けたら郵便法違反だって言ったんですよ。そしたら、俺を警察に突き立てとかなんとか言ってね。まあそんなことがあったくらいで、いきなりバカーンって横面張り倒されて、あの耳がガーンって鳴ったっていうようなことがありましたね。でさっきのところへちょっと戻りますけど、花の町は聞き飽きてしまって、今気に入ってる曲が一つありますというお話です。それはもっと知らない、皆さんは知らない曲です。あの人とっても困るのよという、あの人とっても困るのよ、本を開けば本の中にこっそり姿を現して、散歩散歩と誘ったりする、ってそういう歌なんですよ。知らないでしょこれ。第一ね、あの人とっても困るのよって変な歌ですよね、これが。どうしてそれが七色の谷を越えて、これを越えてしまったのか、これが私にはどうしてもわからない。でこの歌はこれでおしまいじゃないんですよ、この後があるんですよ。散歩散歩と誘ったりするでおしまいじゃないんです、その後がある。だからママに叱られるの、一体どこを読んでるのって、そういう歌なんですよ。くだらねえ歌があるもんだなと思ってね、こんなのマジでこさえたのかよお前らっていうぐらいですよ。2番、あの人とっても困るのよ、ミシン回せば切れの上に芝生代わりに寝転んで、好きだ好きだと歌ったりする、だからママに叱られるの、一体どこを塗ってるのっていう。だから何なんだよこの歌はよ。だけどね、何回も聴いてるうちにね、どうしてこの歌を いくら聴いても聞き飽きないのかなと思ったら、まず単純だっていうこと、それからさほど意味がないっていうことでしょうね。だってあれすごいじゃないですか、あの大スペクタクルは。七色の谷を越えて、七色の谷ってんだから色ごとに谷が分かれてんですよ。大げさな歌でしょこれ。結論から言うとあれはくだらねえ歌だよ、あれは。あの歌はやめた方がいいよ。あの人とっても困るのよね、とても素敵。どこが素敵かというとね、ここにはね、ちょうどそのね、その
年頃の女の子の歌でしょ、きっとね。あの人とっても困るのよ。本を開けば本の中にこっそり姿を現してってのは、何も本を開くと本当にそいつがそこから出てくるんじゃないんですよ。それは分かりますよね。そいつはゴキブリじゃねえんですから。つまりここを開くと、その人の面影がそこにスッと出てくるっていうことですよ。そういう思い、今の若い人だって同じでしょう。いくら年代が変わったって。私、男が女を好き、女が男を好きっていうのはね、年代が変わったって、もうこれから100年、200年、人間が人間である限りね、変わらないと思うんですよ。私はそう思いますね。いくらこの頃のやつはね、まあ、なんか、ベレーでんじゃねえよ、この野郎。勝手に埋めやがってよ、なんて、そんなこと言う女の子だってですね、本当、内心は純真な。だからママに叱られるのっていう、そこは人間の本心が出てるような気がするんですよ。やっぱり本当の心っていうのは、その布はまとってないけれども人の心を動かすような気がするんですね。でそういうものはこの歌にあるような気がします。第一、だからママに叱られるのっていう、ママっていうのは私たちの年代ではちょっと新しい言い方ですし、この頃ママっていう人はもう少し古い言い方になってきて、この頃ママっていう人は少し古いね、あの人は、なんていう時代だったけど、私の時代の頃はママなんて言って、うわー新しいがあってなんて、そういう時代でしたよ、それはお屋敷の、ね、あのお金持ちなんかがパパとかママとかっていうのはあれでしたけど、隣の魚屋なんかがおいママなんて、お前魚屋だろ。別に魚屋がいけないってわけじゃないんですよ。またね、まあ本当だから、これやっぱ危ないな俺はな。駅舎に言われてんですよ、口は災いの角ってね。だけど私なりにね、考えて言ってんですよ。魚屋と言ったらば、まるでバカにしたような言い方してるじゃねえかって。そうじゃないよ。そうじゃない、うん、魚屋ってのはもっと近しい意味で言ったんですよ、だからやっぱり魚屋の、おいあそこの魚屋ママっつってるよ、おいうちもママって言おうかななんて、吉野家父ちゃんなんて、そういうね、そういうあのレベルで話をしてるんですけどね、まあ、3番あの人とっても困るのよ、ママとお話ししていてもこっそり後ろに寄ってきて、髪や耳たぼ引っ張ったりする。だからママに叱られるの、一体どこを見ているのって。可愛らしい歌でしょ。可愛らしい歌だけど、こんな腹の立つ歌はないんだよ、本当のこと言って。それはね、さっきからの私の話を聞いててくれればわかるはずだよ。私はそのね、山の煙の人とはね、手を握ったことは1回ぐらいあるかもしれません。それはさようならって手握ったんですけど、それは最後の最後じゃなくて、ある時さようならってやったんですけど、その次から本当は握りたいのに、もう恥ずかしくて言えなかったです。この間握ったらとても嬉しかったんで、もう一遍握ってなんて、そんな情けないことを男が言えるかっていうようなもんでしたよ。でも本当はあの、私は男ではなかったんです。毎日でも会うたんびに握りたかったんですよ。それで都電の中に乗ってる時に、こうやって都電のこう棒持ってると、彼女がここへ立ってて、風が吹き込んできて髪の毛がサラサラってここを撫でたりなんかすると、もうその手は本当に1週間も10日も洗えないものでしたよ。もうその手を見ると、ここに髪の毛だなっていう、そういうね。それなのにこの歌は何なんだよ。この歌は3番もう一遍言うよ。ママとお話ししていてもこっそり後ろに寄ってきて、髪や耳たぼを引っ張ったりするってんだよ。ということはですね、女の人もその年頃には、好きな男には髪や耳たぼ引っ張ってもらいたいんだよ。そんならそう言ってくれよ。いくらでも引っ張ったで俺は。
知らねえから見ろよ、めっちゃったじゃねえか。言ったってもう62にもなってんだからね。向こうも62だから同級生だから。まあ今更しょうがねえけどさ。山の煙というような話をねしていたんですよ。あ、そうそうそう。それでそのさっきのね、あの人とっても困るのやもう一番あるんですけど、まあそれはいいや、もう歌わなくてもね、もう歌わなくてもね。ただ歌い出しがね、あの人とっても困るのよではないんですよ。あの人とっても困るの、とにかく違うんですよ。うん、だけれどあの人意地悪よ、私が一人で思うときは黙って横を向いていたり遠くへ消えてしまったりする。だからママに叱られるの、一体恋をしているのっていうのが、これで全曲終わるんです。だけどどうですか、ここまで聞くとそうだな、いい歌だなって思ってくれますか。いい歌ですよね。いや、まあ、あのこんなに拍手までいただくほどいい歌かどうかわからないけど、でもその、最後の歌詞もとっても可愛くて好きですね。一人で思うときは黙って横を向いていって遠くへ消えてしまったり、やっぱり男も女も同じなんですね。で、そういう思いをその後50年なり60年なり繰り返し繰り返し思い出しながら過ごしているんですよ。で、自分の心の歌、そういう心の思いっていうのはいくつになっても消えないものなんじゃないかなって思っています。いくつになったら消えるんだろうっても思ってもみます。でも少なくとも今は、今あの時の話をすると、今62から63になろうとする私は、12から13になろうとするあの頃のことを、本当にその頃の気持ちそのまんまに、その頃の情景そのまんまに思い浮かべることができます。本当に人間って不思議なもんだなって思うんですよ。だからきっとそう思ってくださる方もいるのかなとも思いますがね、今日はこんな話するつもりじゃなかったんですよ。これは今日お話しするほんの枕の枕です。なんですが、多分ね、私が思うにね、もう1時間半は経ってると思うんですよ。そうだろ。今日はね、全部で2時間の回なんですよ。多分ね、この回はもうないだろうと思います。第一、皆さんよく何するかわからないでよく来たよ。みんな変わってんね、今日来てる人は。まともじゃないでから。ですからね、今思ったんですけどね、今日は気が済むまでやりますから。とりあえず休憩にしますけどね。だってほら、くたびれたでしょ。私もくたびれちゃった。終演時間は気にしなくてもいいんじゃないですか。ご用のある方はどうぞ、ぼちぼちと好きなお時間に。1人2人2人最後、5人になったらやめますから。ではここで休憩をいたします。